フランスオシャルル6世ガラス妄想は、主に中世、近世ヨーロッパで報告された精神障害の一種。罹患者は自分の体がガラスでできていると思い込み、何かにぶつかると粉々に砕け散ってしまうという恐れを抱く。有名な例がフランスオシャルル6世で彼は他人が自分の体に触れることを拒み、偶発的な事故で自分が 砕けることのないように鉄の防服に縫い付けていたという。17世紀のイングランドの学者ロバート・バートンは1621年に表したメランコリーの解剖学の中でメランコリーとは何か一つの心配事から起こる様々な表出形態の一つであると分析している。彼らのすべてがガラスでできているのではないかと言って それゆえに何人もその近くに寄ることを許さないという。あるいは彼らのすべてが、羽毛のように軽いコルクでできているのではないかという。一方では、鉛のように重いのではないかというものもいる。中には、頭が肩の上から転がり落ちないかとか、腹の中にカエルがいるのではないかとか、その他様々である。逃ゲルデセルバンテスは、模範小説集の中で、ガラスの免許という、 待望のある若い弁護士がガラス妄想にかかる物語を描いている。主人公、トーマス・ルーダジャは美薬だと思って飲んだ毒に侵されて6ヶ月間寝たきりになった後、思い打つ状態になる。彼は自分はガラスになり、肉でできた者たちよりも透き通った知覚を持っていると主張し、実際に基地に飛んだ発言をしてみせた。2年の後、彼はある層によって、 病を癒された。治療の詳細については語られず、ただその層が奇跡を起こす人物だったという伝聞が記されているのみである。オランダの詩人コンスタンティン・ホイ・ヘンスは、高価なグレツという作品の中で近寄ってくるあらゆるものを恐れ、椅子が自分を死に至らしめると言って、ベッドの中で震え、誰かが自分の尻を壊し、また誰かが 自分の頭を粉砕することを恐れるものを主題とした。フランスの哲学者、ルネ・デカルトは、第一哲学に関する諸生札の中で、世界に対する考え方が、世間の多数派と異なるものが陥る狂気の一、例として、ガラス妄想を挙げている。近代以降もガラス妄想が完全に消滅したわけではなく、稀に現代でも報告されている。2015年、オランダのライデンで、 ガラス妄想に苦しむ男性患者が存在することが報告されている。ガラス妄想の症状が報告されているのは裕福で教育を受けた階層に限られている。このことからガラス妄想は学識のある人間が陥る極度の憂鬱の症状の一種であったと考えられている。ありがとうございます。